スリランカキャラニア大学のディルルクシと申します。本日スリランカにおける日本語教育の現状について簡単に発表させていただきたいと思います。スリランカの学校教育は2つに基本的に分けることができます。まず1つ目は初等教育で5歳から教育を学校教育が始まりますので、5歳から10歳まで、初等教育で小学校で勉強して、それから中等教育、その日本の中等教育とは少し違いまして、前期中等と後期中等というふうに分けていいと思いますが、基本的に日本語の勉強は学校で始まるのは中等教育からです。で、中等教育かで大体学生は14歳ぐらいになりますと勉強を始めます。日本語の勉強を始めます。で、一番最新な情報しか持ってきていませんので、こちらのその2018年の学生数に移りたいと思います。2018年は、その初等教育では少しいくつかの学校で日本語を教えているということを話を聞いていますが、それ学生数はあまりはっきりわかりません。中等教育では、中等教育では、大体この1200、はい、中学校で勉強しています。1250人ぐらい。それから高校ではさらに1300、400ぐらいの学生が勉強しています。それから大学に入りますと、ここの、この、高校教育のその言葉の、使い方は少し間違えました。大学は高校、違います。大学では、大体スリランカでは、カラニア大学とサバルガモ大学とラジラク大学というふうに、3つの大学で、基本的に日本語を教えています。学位講座のために。その中で、カラニア大学では130人ぐらい、学生が勉強しています。サバラガモの大学も100人ぐらい学生が勉強して、日本語を専攻、しています。それから、ラジャラテ大学、少し遠いところにある大学ですが、そこでも、さらに50人ぐらい学生が日本語を勉強しています。それから、その大学院については、あまり発展した状況にはまだありませんが、カラニア大学の大学院では、大抵10人から20人の卒業生が大学院で勉強しているということは報告されております。それから、中等教育、中等学校での受験者数、について少し簡単にまとめたいと思います。大抵、この中等教育というのは、中等教育の前期の話です。つまり、O レベル、16歳で1回試験が、国家試験がありまして、そこでも日本語は選択科目として勉強しておりまして、そこでは、学生はもうご覧になる通りですが、18年になりますと、かなり増えました。15年からシレバス改定がありまして、そこから18年になりますと、もう学生がだんだん増えて、います。それから、O レベルシレバスというか、一番
最初に日本語を勉強している学生、14歳、15歳から勉強を 始める学生についてですが、その学生はだいたい会話能力というよりも少し深く勉強することよりも日本の文化を楽しみながら簡単な会話ができるように、とにかく日本語や日本文化を楽しむという目的で、作られてシラバスが作られています。教材もそれに合わせて、作られています。簡単にこのような内容、自己紹介とか挨拶とか、こういったことが勉強できるように、教材を作られております。それから、はいごめんなさい、はい、日本のゲームとか遊び歌などがその中級の中学校のシラバスに入っています。それから最終的に O レベルで勉強する学生の文化では、その日本文化、日本について知ること、それから日本の家族、食べ物などについて、それから日本とスリランカを比較しながら勉強するということを考えています。そのシラバス作成の時の目的は基本的に基礎的な情報を与えること、それから日本を楽しむこと、日本語、それから日本文化を楽しく勉強することというふうに考えました。それから高校での受験者数に移りたいと思います。基本的に高校では、スリランカの高校では日本語は少し徹底的に深く勉強が行われます。そこで基本的にコミュニケーションができるようにということを考えております。それだけではなくて、そのスリランカでの高校の勉強は、つまり高校卒業試験は大学入学試験にもなりますので、その1科目として、3つの科目の中で1科目として日本語を選んで、かなりのボリュームを勉強することになりますが、その時にいろんな文化、文学も少し入っています。文化のことや文学、それから漢字、文法、会話を中心に勉強することになっています。高校ではもう学生がだんだん増えていると言えます。もう大抵こちらのチャートでは黄色では、その登録した学生数なんですが、その青で見せるのは合格者数です。でこのように学生は毎年、少しずつ増えておりまして、少しシラバスと改定とかも今年も行われていますが、それによって学生があんまり大きく変わることなく、だんだん増加するというか増えるということは言えます。それから大学では基本的にさまざまな科目を勉強していますが、その日本での就職とかビジネスができる学生、それから日本人とコミュニケーションができる学生を育てたいということを一応考えております。日本語教育では、このアジアの他の国々の間で協力し合いながら、中心的な教育機関になることがカラニア大学側が考えていることです。それからスリランカの日本語教育を全般にサポートすることも今まで、しています。日本語関係研究機関となることとかもカラニア大学は考えています。それから カニア大学のシラバスについて少し簡単にまとめますと、3年間コースと4年間コースが2つありまして、まあ、簡単に言いますと、このような科目が3年間で勉強できます。それから4年間勉強する学生には大抵少し深く
さまざまな勉強ができるようになります。その中で教授法とか翻訳技術とかも入ってますし、それから文学、ビジネス日本語などの科目も入っています。その JF スタンダードから言いますと、スリランカの O レベルの学生は大抵 PA レベルぐらいに達し、もう卒業すると達すると思います。A レベルの学生は A2 レベルがあると思います。それから、スリランカの大学の学生が卒業すると、その B1、B2 レベルできると思います。日本語能力試験から言いますと、卒業生は大抵2級ほぼすべてが2級に合格できるようなレベルに達していると言えます。それからスリランカの日本語教育、日本語の講師について、教師についてお話ししますと、まずそのキャラニエ大学だけでは博士号を持った先生が3人ぐらい、教師が 3名ぐらいいます。その他にマスターとかある先生もいます。その他にスリランカのことを考えてみますと、大抵マスターとか取った先生が23名ぐらいいると言えます。その他にスリランカの学校で今まで登録されている先生が138人で、その先生たちの中で50人ぐらい長期研修を受けています。30人ぐらい短期研修を受けています。その他に教育省では教師トレーニングが何年かのはっきり決まってはいませんが、何年かに1回ぐらい行われておりまして、30人程度先生を教師を養成しています。養成コースを作っています。で、JLPT の受験者数について少しお話、その前に少し教師会についてお話ししたいと思います。本日教師会の会長も来ています。その教師会はだいたい150人ぐらいの先生が入っていまして、毎月1回定例会で勉強をしていきます。教師会もさまざまなキャニア大学の他にイベントを主催したりしていまして、いろいろな学生や日本語教育関係者をに参加できるようなイベント、それから日本語教育を発展させるために大きな役割を果たしております。それから JLPT の受験者数についてですが、簡単に言いますと年々増えているというふうに言えます。18年目では2000人ぐらい近く能力試験を受けていまして、レベル別になりますと、 やはりその前の発表であったように、その N5 と N4 の受験者が少し多いです。 N1 とかも毎年入っていますが、 N5 とか N5 は一番多いと言えます。それから今までのスリランカ日本語教育で成功したこととして、国の高校、中学校や高校のシラバス作成試験と教材は自分で作ることができるようになったことは、私は一番成功したことだと思います。で、中学校とかで使われているすべての教科書はカナニア大学や国際交流基金の先生をが中心になって作ったものです。それから高校で使われている教科書もすべてが私たちが研究して作ったもので、その件に関してはいろいろな問題がありますが、一応そういうふうにできましたということを、これからも発展していきたいと思っております。で、問題点としては、その教師トレーニングが足りないということはまだまだ言わなければなりません。なぜかというと、いろんなトレーニングはやっていますが、それは十分ではないということ、徹底的に何かプログラムを作って、
先生を、教師養成 を考えなければならないということはあります。それから、シラバス設定の時にその国の決まりがありまして、その決まりではもう本当にいろんな制限がありまして、例えば文学の割合とか、いろいろ決まっています。そういうふうに決まっていることは少し問題だと私は思います。なぜかというと、日本語みたいな言語を勉強している学生には、漢字の勉強が不十分だと文学作品を読んだりすることはできませんので、かなり大きな問題が起きます。だからそのシラバス設定の時に、その制限、国からのその、大きな制限がなければ、いいと思います。それから日本語と一緒にできる科目、選択できる科目ということにも制限がありまして、学生は選択したいと思われる科目のと一緒に日本語は選択することはできなくなっています。その理由でも学生がその少し日本語を選ぶことには問題があると思います。あと学習者の面から言いますと、漢字が非漢字圏なので、こちらはもうやはり漢字の勉強が非常に難しいということで、その漢字の勉強ができないということだからことが理由になりまして、今度読むことと書くことができませんということがあります。お話しすることは大抵できますが、読んだり書いたりする能力は比較的に低いレベルにありますということは言えます。それから聞き取りの力もやはりですから、少しトレーニングしなければならないということを考えています。文化理解が昨日の話とかも私も大賛成ですが、その文化言語を勉強している学生はやはりその国の文化を必ず勉強しなければなりません。一緒にコミュニケーションできるためにということで、今年私たちは国際交流基金の先生とガーディアン大学が一緒になって、異文化間コミュニケーションという本が2冊作りました。その2冊ではその、基本的な挨拶からマナーまで、1冊目、それから2冊目はその日本の基本的な価値観、それからスリランカの価値観と比較しながら、そのスリランカ人はどういうところで、困りますかということと、日本人はどのようなところでスリランカ人を誤解しますかということをところを調査して、本にしました。で、スリランカの情報は以上です。これから、懲戒教材を作りたいと思っております。それから教師トレーニングは私たちでできることではありませんので、少し徹底的にできるような何かプログラムをもう あればいいと思いますということです。以上、スリランカのことでした。ご清聴ありがとうございました。